を本マグロにする気ですか。手袋は夏の手袋だ。バイク女子チャンネル、皆さんどうもこんにちは。パピプペパルパルどうもパルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020、夏でも極寒の寒い日を絶叫しながら入間岬まで向かいます。最後までご視聴いただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメントと高評価もお待ちしております。それではスタート。あ、でも雨ちょっと今はもう降ってないかな。さっきのとこだけちょっと雨雲で、このさ白い花もいっぱい見るんだよね。野菜の花、このお野菜のお花は何残暑、何のお花なんだろう。ピーマン、ピーマンって白い花咲くよね。わーすごいな、広い。そういえばさっきのお蕎麦屋さんのおじちゃんが川は釣りすると捕まるって言ってたんだけど、そうなの？全然知らないんだけど、海ならいいけど川は釣りすると捕まるって言ってた。北海道はそういう決まりがあるのかな。お、釣り堀だって。釣り堀とか懐かしいな。釣り堀も子供の頃よく行ったな、小学生の時好きだったんだよね。釣りが結構好きだったね。あのなんかおじいちゃんと田舎に行くとよく釣りをしてたんで、よいしょ、4時間釣り放題だっていいね。だから釣りはね結構好きなんだよな。バイク乗ってね釣りしに行く人とかいるけどいいよね。キャンプして釣りしてみたいな、完全野営オートキャンプ場がほんといっぱいあるしね、この辺は。道の駅もあるしオートキャンプ場もあるし、サラベツ道の駅じゃなくてもう一個別の方に行くんだよ。今日はやっぱ太陽出てない分快適だな晴れてないけど若干また雨っぽいけど。GoPro もねマイクつけちゃうとね防水じゃなくなっちゃうんですよ。それがねかなり欠点なんだけど、なんで雨の中撮るときはまた別で音声を撮んなきゃいけないっていうことなんだよね。どんぐり公園、あー花かわいい。ガーベラ、マーガレットみたいのもあったな、さっき。なんか何種類かこの白い花で咲いてるんだよね。すごい、こんな道端にさ花が咲いてるとかなかなか田舎行ってもないよ。だからさ、うちらのさ方っていうかさ都会とかなんてさ、あの公園とかにさ花植えちゃうと誰か持ってっちゃうんだってよだから植えないんだって。玄関の横がの植え込みに植えてたら持っていかれちゃったっていう話も聞いたし、まあ、北海道はね花とかどこにでもあるから、お、あれは忍者ちゃんかな、忍者系っぽかったな。やっぱ雨ちょっと降ってきたな。いや降ってないなわかんない。今日行くところはねすごい宗谷岬の真横なんだけど、あの温泉ではないから、今日もちょっと温泉に入ってゆっくりしてから行こうかな。虫類の道の駅は温泉があるって書いてあったから。おー来たー。前回ここずーっと雨だったんですよ、走ってる時。すごいんだぞー、ここ。もう真横にさ白波がさワンワン迫っててさ、すごいんですよ。こっからだとちょっと見えないんだけど、見えるところに行くとほんと白い波がビャッシャンビャッシャン、すごい。もう海猫ちゃんがいっぱいいる。もう晴れてたらね写真撮るのに綺麗だよね。すごいでしょ、こんな。しかも超トンネルとか暗いしさ、ウェットだしすごいの、この道を下走らないとエリモに着かないんですよ。ほら見て、こんなところに海岸、海岸、海岸線っていうの、なんていうの。今日はさ波もそこまででもないけどさ、やっぱ雨降ってた日はもっと水かさも多いし、結構な大雨だったから車とかもほとんど通らないから、いやーこれ私ここで
倒れたら死ぬなみたいな感じでずっと走ってました。ほんとね、あれはね、倒れなくてよかったよねっていう、こういう見えないコーナーとかも結構慎重に行く。美幌橋なんかさ、さっきも門別橋っていうのがあったんだけどさ、門別じゃないのに門別橋っていうのがあった。あと40何キロぐらいだな。根室よりはね、多分寒くないと思うんだけど、根室はすごい寒かったからな。もう今回行くのやめちゃったぐらい寒かった。もうずっと潮の香りがするしながら走って、なんか口の中が潮の味になってきた。スルメイカとか食べたみたいになってる。結構辛いかも。しかももうね、何もないんだよね、多分コンビニもないし、ここからは。なんかさっきナビによってですね、変な迂回路みたいな行かされて、街中を通らせられなくて本当は給油しようと思ったんだけど、街中に行かせてくれなかった。 Google マップさん。あー、今日松ぶ食べれるかな。松ぶ食べたいな。去年美味しかったんだよな。え、ポツポツ来てるの。あんまり雨は降らないでもらえると助かるんだけど。もう寒い。トンネルが長い。めっちゃ長い。もうこの前にもトンネルあったんだけどさ、トンネルが寒すぎてさ、外も寒いはずなのに、外を出ると超あったかいみたいな、もう天国みたいになんなる。あー、外やほらー、あーめ、はい、天国。あったかい。もうまたあの奥にトンネルがあるよ。あと30キロくらい。この先昆布作業中。あと30キロか。長いな。トンネルがやっぱ長いな。なかなか、なんで私はこんな修行をしているんだっていうこと、自分に問いたくなるような。トンネルの中はね、すごいなんか地面が濡れてるんだよね。うわ、長いトンネル。もう冷凍庫やで、これ。普通に凍死するよ。ずっと入っとったら、もうバイクで走られること想定されてない。あ、出たー。おー、あー、息ができる。高波注意って書いてあるからね、これ。うわ、あったかい。さっき温泉で温まってきたのが全て消えてしまった。でも温泉でさ、もうさ、途中で寄ったらさ、あの眠くなって寝ちゃったよ、温泉のソファーで。あ、もうダメやんってなって、気がついたら落ちてました。襟裳岬へ行ったところで今日は何も見えへんよな。またトンネル、黄金トンネル。5キロあるよ。マジか。待って、ほんまに修行よ。あ、もう私を冷凍本マグロにする気ですか。ああ、終わりがない。地獄だ、これは。地獄だ。出口が全く見えない。手袋は、夏の手袋だ。これもう10度もないと思うんですけど、出口お願いします。出口かと思ったら、あの対向車のライトやった。どうしよう、このまま出られなかったらどうしよう。投資寸前、おしっこ漏れそうだし、もうええやろ。もうさすがにこの罰ゲームやめよう。出口。いや、待って、出口やけど、めっちゃ曇ってきた。あー、待って。